祝祭日については舞もわからないことが多いですが丹精を込めた手料理を思い人に捧げるとえっ手料理ではないとそそそうなのですねお見苦しいところをお見せしてしまいすみませんでしたこの料理のことは忘れてください 様旦那様は心がこもっていればどんなプレゼントでもいいとおっしゃるのですねでしたらでしたら舞の全身全霊を旦那様に捧げますどうぞ舞をお受け取りくださいバレンタインにゃーん 食べ物かにゃ私は美味しいものがたくさん食べれるお祭りにしか興味ないにゃにゃこれはご主人ご主人なんでこんなにチョコを持ってるにゃ私が食べてもいいにゃやったにゃご主人なんでそんなに仕方ないにゃみたいな顔するにゃ 食べてはダメにゃ。にゃにゃあやっぱり食べていいにゃ。1 <laughs>。姫は今日もご主人が大好きにゃ。私からのチョコ驚いてくれたみたいね。顔に全部書いてあるわよ。今日一日中ちょっと拗ねてたのって、私からチョコをもらえてなかったからかしら。 わざとよわざと先延ばしにしてたのそうじゃなきゃあなたのこのかわいい顔が見られないでしょほら手出しないいよ感謝なんて女の子たちからいっぱいもらっちゃってさ食べてもらえたらこっちこそ助かるよもうそうだ中には あんたのために用意したものも入ってるよどれがあたしからのやつか当ててみな先輩チョコレートをどうぞ手作り先輩の好みに合わせて作ってみたの唐辛子のあんが入ってるさあ食べてみてチョコをあげるわはあ？ あんたのそのそ顔、何か誤解してないみんなにあげてるだけであんただけ特別なわけじゃないんだからだだけどねあんたは変態だしみんなに嫌な思いをさせることになっても困るからあんたにはみんなのとは違うチョコを用意してあげたわだからちちゃんと感謝して受け取りなさいよねそうしないと ちよりの苦労が水の泡になっちゃうでしょうもうバレンタインですね実は昨日チョコレートを作ってみたのですが味見をお願いしてもよろしいでしょうかメイドたるものデザートの作り方を研究することも必要ですからごめんねかなちゃんがアイドルだからせっかくのバレンタインなのにお出かけデートもできなくて。 でもカナちゃんはこういう二人きりの時間が好きかもだってこういう二人だけの秘密ってロマンティックだと思わないえ何 <laughs> ですのこの私がチョコを作れるなんて意外だとでも大したことないわ貴族であっても料理ができるのは当然ですのよ 私からチョコがもらえるのが意外ですってべ、別に、あなたと私の関係ですから。どうぞ。何ですその儲けた顔は。これは、今日限りの運命。プレゼントです。<laughs> その顔じゃ、 やっぱりチョコのほうが良かったですかねなんならそのカードを食べてみてはどうです案外美味しかったりするかもしれませんよ <laughs> <laughs> あのこれチョコレートですレシピ通りにできたとは思いますが実際にやってみると難しくて大変でしたけどなんとか完成しました だから受け取ってくださいねどうしたのなんだかモジモジしちゃってチョコが好きじゃなかったかしらそれとも本命かギリかが気になってるの <laughs> そんなことを気にするなんて可愛いのねこれはあなただから送ったものよあなただけに送ったものなのこのチョコ 妹からもらったの欲しいどうしようかなこの限定フィギュアやっとのことで手に入れたけどあげるよ心配すんなってちゃんとした方法で入手したから君にこれを送りましょう君が前に言っていたものです気に入っていただけるといいのですが 相棒、とっておきのプレゼントをあげるぜなんと、俺ひぞの骨だわん大事にするんだぞだもしよかったら、チョコどうぞひまわりの形にしてみたんだあなたが元気になればいいなと思ってああ、げるうちの愛がたっぷり詰まった特製ギリチョコだえー ほののに泣いてるわけ本命じゃないからってそんなに悲しかったわけああもうわかったわかったこれは本命本命いいねこれは僕が一番好きな7る7のキューブパズルおもちゃだけどレアモノなんだよ絶対これを解いてみてね一応 ダウンロードしてきたレシピを参考にしてチョコレートを作りましたがいくら調べても本命と義理の区別がいまいちはっきりしませんねですが KR976 がチョコを送れる相手はジャンシさん一人しかいませんし関係なさそうですバレンンタインチョコあげるアイスじゃないんだってふふふ。<laughs> まあ、味見してみてよ。これはね。チョコ味のアイスなのすごくおいしいよやるよ家に帰った後に開けるように。覚えておけよ。ちなみに、入念に準備したサプライズを仕込んだぞ何かってサプライズはサプライズだ教えられるわけがないだろハハハハ ただの香辛シバラでもロマンチックな名前にするとよく売れるらしいとりあえず行こうかどこかってあなたはこういうのが好きだろう今はちょうど香辛バラを楽しむにはいい時期だ寿命一週間しかない花束かあなただけの花畑か好きな方を選ぶといい 5分間で考えてくれはい、バレンタインのプレゼントあら中身が気になりますこの日だからもちろんチョコですよ早朝から心を込めて作ってサ和子特製シロップも入っている生チョコきっとあなたにとっても今日一番特別なチョコになるに違いないわありがとなでもさバレンタインって。 一体何なんだなんでみんなチョコをくれるんだバイトの同僚からは「お返し用意してね」とまで言われたしお前ら東の人って本当に変わってんなぁこんなイベントごと利用しない手はないで今日はどんなキャンペーンをすればいいんかなカップル来館で一人分の場代無料っていうのもありきたりやし。 来場者にチョコをプレゼントするのはもっとなしうちの道場は常に流行の最先端でないとダメやからそうやアンさんメイド服に着替えてきてくれへん今の若い人はこういうのが好きやって聞いたことがあるね心配せんといてちゃんと報酬は払うから今日ねクラスのお友達は。 みんなチョコレートを交換してたのです。だからひなももウサギさんの分も用意したのです。この5キロのチョコ受け取ってくださいなのです。これを持ってくるのすごく大変だったけどひなもも頑張ったのです。チョコは重いほど心が込められているっていうのです。ひなももは これくらいのチョコしか作れなかったけどウサギさんへの好きは宇宙みたいに大きいのです西洋の祝日ってのはやっぱ苦手だなこのイベントも昔どっかの菓子屋さんが流行らせたもんみたいだし正直ピンとこなくてなまお前さんがチョコ好きってんならわざわざ今日じゃなくても いつでも買ってやるぞ <laughs> ごめん仕事長引いたはいこれ私の自信作ギャル風キラキラチョコ本命チョコとしてありがたく受け取んなんあチョコ作れるんだとか思ってねマジ失礼女子としてこんくらいの基本スキルあっからわらわは東の神じゃぞ 西の祭典に誘うなんて汝もよいやるのまあでもほらどうせわらわも暇じゃしたまーには神の眷属である汝の不合理な願いに応えてやってもよいししょうがないのわらわはなんて優しいのじゃハッピーバレンタインん。私がこういうイベントを知ってるのは そんなにおかしいことですか街中にカップル向けの広告をこんなにばらまいているのに知らない方がおかしいでしょう <coughs> そのまあなんです今日もし予定がないのでしたら私のプランを聞いてみませんかバレンタインのチョコ作りで勝負ふふん スイーツ部の部長であるこの俺が負けるわけないっしょでもバレンタインがこんなに幸せで楽しい日だなんて初めて知ったわハッピーバレンタインこの季節になると牧場では羊の赤ちゃんがいっぱい生まれて景色も心もふわふわになるのホヤヤンも覚えてるでしょ赤みさん私たちも ふふわふわな気持ちでデートしようよハッピーバレンタイン雑誌編集長としてこういう世間を賑わせる祝日は全部把握しているわもちろん君が望むなら君に関する記念日も全部覚えてあげるわよはいバレンタインのプレゼントのどかちゃんと染谷先輩に教わって作ってみたんだ すみません対局で忙しくて何も用意してないんですもしよかったら先ほどサキさんと食べたチョコスティックが1本残っているのですがこれもチョコレートのうちですよねバレンタインチョコ普通のチョコと何が違うんだ祭礼用の何かか よしじゃあタルタルをかけたチョコっていうのはどうだ今から作ってくるはいバレンタインチョコすみれがこうするのがマナーだっておいしい私も食べたいあのな俺様の名前言ってみ こんなチビどもが喜ぶような西洋の祭りごとおれが関わるはずねえだろうがってくんお前もとっとと心を入れ替えてこっち側に来い